久保さん、おはようございます。12時間ぐらい走りましたね。ちょっともう限界なんで、ちょっと寝ます。ちょっとさすがにちょっと危険を感じました、命の。フラフラになったんで。やっぱね、どこまでも結構いけますね。やっぱ相棒ですね。でも結構もうくたばりました。さすがに12時間は下道でだいぶ走ったんでね。あと1時間ぐらいですね。1時間ちょいのとこですね。なんでちょっと寝て、まあ多分まあ1時、まあ寝坊しなければ大丈夫だと思います。あと1時間ちょいなんで、まあ4時、6時に寝て4時間寝て10時でしょ。まあ13時半か。また13時から14時の間でお願いします。13時から14時の間でお願いします。で、なんすかね。あれですよ。アクセル踏めってことですね。アクセル踏めば、久保さんに会えますよ。久保さん明日会いましょうみたいなね。いいっすかみたいな。そしてアクセル踏みまくってたらね、1時間ぐらいのところにいるからね。まあいつも僕車運転してて思うんですけど、やっぱね、つくんですよね。まあ事故したら、死んじゃったらつかないですけど、生きてるんで動画撮ってますけど、なんだかんだ言ってつくんですよ僕。まあちょっと最後雨また降ってきたんで、ちょっと気をつけて安全運転でちょっと行きますけど、もうさすがに、さっき降ってなかったんですけどね、まあ、降ってきて、まあちょっと安全運転で最後の締めですから。まあ到達しないゴールはないよということでございますよ。いけないゴールはないと。いけますよ。とか思うか考えるかですね。ここも結局僕がね、いけないゴールはないですよって言った時に、なわけないやんって思うでしょ。だからいけないんじゃないですか。 何言っても否定するっていうね、肯定から入ればいいんじゃないかなと思うんですよね。なんかイエスマンっていう映画があるんですけど、全部イエスっていう肯定から入るってね、イエスっていう、そうすると人生が変わっていくっていう映画なんですけど、なんかね、自己啓発セミナーに行って、これがイエス言えみたいなね。 全部イエスみたいな、肯定から入るっていう。でも多くの人って多分否定から入ってると思うんですよね。そう、まあその否定から入ることが悪いことではないかもしれないけど、それでうまくいってないんだったら肯定から入ってみてはいかがでしょうかって話ですね。否定から入って、うまく人生がうまく、もの思い通りになってるんだったらいいんじゃないですか。ただ否定から入ってうまくいってないんだったら肯定から入ってみる、イエスマンになってみるっていうね。まあ少なくても僕は以前の会社でイエスマンでしたね。できませんっていう、できないけどできませんとは言わなかったですもん。やりますですね。はい、わかりましたって。できないんですよ。はい、わかりました、やります、はい、やります、やっときます、やります。これを十何年言い続けていましたね。イエスとは言わなかったですけど、やります、やっておきますとか、これしか言わなかったです。できませんって言った記憶ないですね。でもできないんですよ。できないけどやっときます、やります、なんとかしますっていう。いや、できないんですよ。だけどなんとかします、やりますっつって、うわー、まあれですよ、会社に寝泊まりして やってたっていうね。 まあその結果今がありますけどね。まああの時できませんって言ってたら、まあ今なかったかもしれないですね。いや、それできないですね。いや、それちょっと僕、今の僕じゃできないですね。いやー、ちょっとできないですね。いや、今の僕はできないですね、みたいなね。お前いらんよっていう風になってたかもしれないですね。 そう、
多分僕が社長になったのは誰よりもイエスって言い続けたからじゃないですか。やりますっつってそう、では。